はい、こんばんは。ライブフォーグッドということで、本日はですね、フォーグッドでクラウドファンディングを実施されている方をゲストにお呼びしまして、いろいろとお話を聞いていきます。まず、フォーグッドのことを知らない方も多いと思いますので、簡単にフォーグッドの説明からさせていただきます。世界をグッドに、思いをアクションにという思いで、クラウドファンディングのプラットフォームをやっております。みんなで助け合う社会を作る。フォーグッドは社会をより良い方向に変えていくプロジェクトが集まるクラウドファンディングのプラットフォームです。世界15カ国で社会問題に取り組む株式会社ボーダレスジャパンが運営しております。クラウドファンディングプラットフォームとなっております。そして、このライブフォーグッドというチャンネルがですね、そんなフォーグッドでクラウドファンディングを実施されている方を毎回ゲストにお呼びさせていただきまして、お話を聞いていくライブ配信チャンネルとなっております。よろしくお願いします。そして本日はですね、現在、フォーグッドでクラウドファンディングをされております。ドルフィンボート跡地に箱物体育館ではなく街を作ろうというプロジェクトをされております鹿児島グランドビジョン協議会の坂口さんをお呼びしております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ早速なんですけれども、はい、自己紹介からいただいてもよろしいですか。はい、改めまして鹿児島グランドビジョン協議会の、まあ、メンバーである坂口と言います。坂口修一郎と言います。この協議会はですね、本当に最近立ち上がったもので、とある、問題をきっかけに立ち上がったものですね。で、その事務局を、薩摩リーダーシップフォーラムセルフというところで、担当してるんですが、僕はそのセルフの幹事という立場になります。で、まあ、1971年なので、に生まれたんですけど、鹿児島で生まれまして、鹿児島で生まれ育って、今は自分の会社を経営しながらですね、東京と鹿児島と2拠点で行ったり来たりしていると。居住しているのは鹿児島市ですけれども、オフィスは東京にもあって、仲間が双方にいて、いろんな、まあ、プレスメイキングと呼んでますけど、場作りをしたりということをなりわいにはしているんですが、それとは別にですね、このセルフという、リーダーシップフォーラムにも参加をしていて、そこのフォーラムではですね、まあ、いろんな活動をしてます。鹿児島のいろんな課題について、話し合ったりとか、情報交換したりとかいうこともしてますし、薩摩会議というような形で、いろんなイシューをですね、集まってみんなで、会議するようなフォーラムを開いたりとか、そういうこともしてます。で、その中の一つの、動きとして、この鹿児島のですね、街をどういうふうに考えていくのか、どういうふうにしていくのかということを考えるための、まあ、協議会としてグランドビジョン協議会というのが、まあ、スピンオフのような形で立ち上がって、今回はその協議会としてこのクラウドファンディングに挑戦しているということになります。はい、ありがとうございます。はい、なるほど、鹿児島グランドビジョン協議会っていうんですね。はい、ちょっと複雑なんですけどね。はい、そうなんですか。はいはい、はい、今、視聴いただいている方もいますので、もし、坂口さんに何か質問とかあれば、はい、気軽にコメントもいただければ、僕の方で拾っていきますので、ぜひコメントをどんどん入れていただけると嬉しいです。はい。はい、では、少しずつお話を聞いていこうと思うんですけれども、まあ、今回このプロジェクトを考えたきっかけというか、まあ、もちろんいろいろとやってることがある中でってことだとは思うんですけども、はい、まあ、その中で今回、まあ、鹿児島、ってことだと思うんですけど、これをやるきっかけになった何かしら出来事だったりとかがあるのかなと思うんですけれども、はい、そのあたりどんな感じでしょうか。はい、ですね、今ちょうど僕がこう座ってるここは、今暗いんで見えないんですけど、後ろは海なんですね。うん、で、鹿児島というのはまあ、地図をですね、上空から見ればわかるんですけれども、2つの半島から成り立っていて、で、真ん中に有名な桜島があります。で、その桜島がある大きい湾があるんですけど、錦江湾という湾があって、今その錦江湾に面したところにいるんですが、ここのですね、海に、鹿児島はまあ、基本的には港町なので、その錦江湾に面してるんですね。そこから、一番の中心市街地、旧市街というかダウンタウンというか、天文館という町があるんですけど、そこから歩いていける、海まで歩いていけるようなところにあるんです。で、まあその天文館とか、その鹿児島市を中心にすごく発展してきたんですけれども、そこの、この桜島を望むですね、一番その海辺に近い一等地が今、そこの土地の活用をめぐって、まあいろんな方がいろんな意見を述べていてですね、まあ10年ぐらい、
ここをどういうふうに使うのかということをすごくいろんな人たちが議論してきてるんですね。で、その中でですね、今年の3月に新しく、数年前に2年ほど前に知事になった、新しい県知事がここの一番最も景観のいい、そして最も中心市街地から歩いていけて最も気持ちのいい場所に、まあ、巨大な体育館を建てるという構想をちょっと発表しまして、うん、で僕らとしてはですね、その経いろんな、さっき錦江湾という湾があるって言いましたけども、そこに、まあ、桜島に行く船、種子島とか屋久島とか奄美に行く船とか、鹿児島は南北600キロあって、離島がものすごく有人離島が多い県なので、まあ、海の玄関口なんですけれども、その一番の玄関口の一番の一等地に巨大な箱物を建てるという計画が持ち上がって、で、それに対してですね、まあ、今の技術で一回建ててしまえば、100年近く残るようなものを玄関口に本当に箱物として建てていいのかっていうことをもう一回考え直したい。ということで、その3月に出た、その、体育館、スポーツコンベンションセンターと言われてるんですが、それを考え直したいっていうところからこの動きがちょっと始まってるっていう感じです。なるほど。ああ、玄関口になっているのに、その、はい、景観を崩す可能性もあったりとか、そうですね、っていう建物がボンと立ってしまうのはどうなのかっていう意見がたくさん集まって、はい、まあ、今に至っているみたいな感じなんですかね。そうですね。これは本当に今賛否両論という形になっていてですね。問題としては、鹿児島にある、いわゆる総合体育館というか、県が持っている総合体育館というのが、まあ、かなり老朽化しているのは事実ですね。で、もう60年ぐらい経っていて、実際に老朽化をしているので、それを、まあ、今の形に合った、今の時代に合ったものにしたいという、意見を持っていらっしゃる方々もいて、それはすごく理解ができるんです。うん、で、体育館自体はやっぱり、まあ、リニューアルした方がいいんだろうとは思うんですけれども、それをなぜここに建てなきゃいけないかという議論がないままにですね、一等地がたまたま空いているのでそこに建てようっていう、まあ、簡単に言うと、かなりはしょるとそういう議論になっていて、うん、で、まあ、この時代にですね、まあ、巨大な箱物を作って、しかも、今、県の試算だとですね、250億ぐらいかかると言われています。で、まあ、250億ってそれなりのお金だと思うんですが、現状の、県が公表している試算だと、毎年8900万円、まあ1億近い、赤字のままランニングしていくっていうふうに言われていてですね。で、それがもう分かっていて、それで、最も景観のいいところにそれを建ててしまって本当にいいのかっていう議論がですね、県民の間ではかなり今議論になってるんですよ、うん、市民の間では本当にそれでいいんだろうかっていう声はかなり根強いんですけれども、全くそれをですね、そのいわゆる民意みたいなものが、行政の方々に届かない、そういうシステムというか、そういうものになっていることに対して、やっぱり僕らはちょっと問題なんじゃないかというふうに思っていて、対話ができない状態ですね。うん、そこに、まあ、すごく課題、問題というか課題があるなという、はい、感じているところですね。なるほどね。そうか、だから、県民とか市民が、もう全員合意の上でやるんだったらいいんだけれども、ちゃんと話を聞いていない状態で勝手に作られちゃうみたいな形が、ちょっと正直あるのかな、みたいなところで、ちゃんと声を届けたいというか、そんな感じ。そうですね。うん、はい、やっぱりこれだけの大きい建物とか大きい問題になると、うん、まあ全員の合意っていうのは合意形成はなかなか難しいと思うんですね。なんですけれども、やっぱりどこかに落としどころを見つけていかなきゃいけない、まあそれが対話だと思うんですけど、うん、で、その中でですね、やっぱりよりいいものにしていかないとやっぱりなかなか厳しいだろうなと思うんですけれども、今、公開されてるプランだと、僕らとしてはこれは全然、まあ、もちろんいいと思えていないわけです。なるほど。だから、まあ、ビジョン的な形で言うと、ちゃんと、こう、はい、なんだろう、話をした上で、こう、お互いが、まあ、いいところ、落としどころを作って、まあ、ちゃんと、まあ、そうですね、うん。一緒に今ちょっと作っていくみたいな。
そうです、そうです。ビジョンということで言うとですね、まあ、街って何なんだろうとかそういう問題になってくると思いますけど、僕はその街づくりの専門家とかそういうわけでは全くないんですけど、やっぱり街っていうのは多様性の塊だと思うんですね。多様性の集合体だと思うんですけども、そうすると、いろんな人がいろんな活動をしてますよね。で、それをやっぱり受け止める場所っていうのがやっぱ必要だと思うんです。なんですが、その体育館っていうことになると、特定の目的の人だけになってしまうっていうのと、この場所は本当に先ほど言った桜島をこう、一番眺めのいい場所なんですね。海に近くて、もう桜島っていうのは本当に、岸壁から4、5キロしか離れていないので、かなりダイナミックにそれを感じられる場所なんです。で、そういうところに、体育館っていうのはやっぱ壁を立てて内側を向く建物なので、まあそういうものでいいのか。で、多様性を殺してしまうんじゃないか。うん、で、も体育館は必要だと思うんですけど、どこかに。なんですけれども、そこに立ててしまうと他の可能性を潰してしまうので、そうではなくて、もっと俯瞰してみてですね、もう少し、ずらしたエリアの方がいいんじゃないかとか、で、そこに立てるんであれば、その体育館を作るのであれば、そのスポーツをしている方々を本当に支援するために、それ以外のもっとソフト的な街を挙げてスポーツチームを応援するとか、なんかそういうこともセットで考えないといけないんじゃないかなと思うんですけど、もちろん考えられてる方もいると思いますよ。なんですけど、県全体としてですね、みんなが個別に考えていて、俯瞰したビジョンがあって、その中でここに配置していこうっていうような姿勢がやっぱり僕らとしては感じられないんですよ。うん、で、そこをやっぱり、もう少しみんなこの問題を知った方がいいと思いますし、そういう俯瞰してみたビジョンみたいなものが救い上げられないシステムにはやっぱり硬直していて問題があるんじゃないかなと思っているので、まあ、そういうものを踏まえた上でですね、作るのであれば、もうちょっと議論がしていける、対話もしていけると思うんですけど、それがないのがやっぱり、気になるところですね。なるほど。そしてまあそんな中で現在の活動状況というか、はい、まあ今クラウドファンディングやっているという部分はあると思うんですけれども、はい、なんかこういわゆるこんな活動してますよみたいな活動状況とかってどんな感じですか？一番最初にですね、チェンジオルグの方で、僕らはその電子証明というのを集め始めました。はい、で。それが、まあ、結構短期間でですね、まあ、かなりの数が集まって1万2000筆とか今来ているんですけれども、まあ、それをやった上でまずは僕らはその行政的なその力があったりするので、まずは知ってもらうということが大事だろうなと思って、でまずこれを始めたということ、それから議会の方には、僕らの方から陳情を出しています。もう一回考え直してもらえないかと。でそういう活動を議会の方にはしつつで、一般的には、その、署名も集めつつ、で、今度はこのクラウドファンディングをしてですね、同時に、地元で一番シェアを持っている新聞に意見広告を出しました。で、それは今ちょうど議会中なんですけど、県議会の途中なんですけど、始まったばっかりなんですけども、やっぱりそこに対して議員の方々、県の人たちに、考えてほしいということで、まあ、意見広告を出したんですが、次の議会が3月にあるので、このクラウドファンディングを持って、ここで集まったお金で、新聞の意見広告っていうのはそれなりのコストがかかるので、まあ、意見広告にするかどうかなんですが、まあ、そういう、こう、より深く知ってもらうための活動というのをここで集めている資金で、やっていこうというふうに考えているところですね。なるほど。はい。これ今、チェンジオーグでしたっけ？はい、はい。今、11,924 人が賛同していますということで。はい、そうですね。署名がいただいているって感じなんですね。はい。やっぱりこれを始めるまではですね、なんか、これが問題だっていうふうに感じている人って、かなりごく一部だったんですね。っていうのは、この話の経緯からいくとですね、10年ぐらいこの問題って、議論されてるんですよ、鹿児島の中では。で、何回か、スーパーアリーナみたいなものを作ると言っては反対運動があって頓挫したり、で、また復活してきたりっていうことが
あるんですけど、うん、今回に関してはですね、まあ、コロナ禍ということもあって、あとは知事が交代したとかいろんなことがあってですね、いつの間にか一旦なくなったはずの話が、まあ、僕らの印象からするといつの間にか復活して、でみんなが気づかないうちに決まろうとしてるっていう問題があるんですね。ちょっとそこにですね、かなり強い違和感を持ってるっていうのは事実なんで、それが少しずつ今広がってきているんだろうなというふうには感じてます。なるほど、はいはい。そして、まあ、今回はクラウドファンディングを活用しているわけなんですけれども、活動、はい、クラウドファンディングを活用することによって、その資金で、その先言われてた3月に広告を出すっていう部分だったりとか、はい、あとはまあ知っていただくっていう部分でもクラウドファンディングを活用されてるのかなと思うんですけど、まあ、今回なぜクラウドファンディングを活用しようと思ったのかみたいなところってどんな感じでしょうか。ですね、まあ、署名はすぐに、まあ、皆さんやっていただけると思うんですけども、うん、もう一歩踏み込んだ活動をしようとすると、やっぱりそれなりに資金がかかってくるっていうのがまず一つで、僕らが今納得いってないその、県のプランっていうのはですね、僕らの税金で賄われてるわけですね。なので、納得いかないプランを自分たちが拠出したお金でやってるという、まあ、ちょっと、おかしいなと思うんですけど、それに対してノーを言うためには、それなりの資金が必要なので、だとすると、みんなでやっぱりそこの部分を負担して、それぐらい深く考えてる人たちがいるんだっていうことをですね、やっぱり知ってもらう必要もあると思うので、それもあってクラウドファンディングっていう形にしている。ということと、うん、あとはもう一歩踏み込んでもっと深くやっぱ知っていただきたい。この問題のことを知るとですね、大体皆さんあれおかしいっていうふうになるんですね。っていうのも、そこの土地の活用に関してはですね、民間のプランのコンペをやる予定だったんです。で、公募もされていて、手を挙げてた事業者もいらっしゃったんですけど、何社もあったんですけど、大きいところが。なんですけど、それは今、このクラウドファンディングのサイトの中にも書いてありますけれども、今延期しているコロナウイルスの影響で、延期しているということを明言されてるんですけども、県がですね、県知事が明言してるんですが、はい、それがいつになるのかということは一切今語られていないんですね。で、そのコンペをやらずして延期したまま、コンペと全く違う案をがドンとこうねじ込もうとしているような状態なので、まずその事実を知ってもらうっていうのは非常に、まあ、ちょっと大きいことなのかなというふうには思います。なるほど。最初はまあコンペをして、もうその中から一番みんなからこれがいいっていう意見が集まったものを作るみたいなコンペがあったはずなのに、それがいつの間にかなくなっていて、で気づいたら勝手に何か作ろうとしているみたいな。そうですね。まあ、ざっくり言うとそういう感じですね。はい。なるほど、はい。はい。まあ、それをね、知ったらやっぱり、ってなりますよね。きっと、そうなんですよね。みんな知らないから、あ、こういうのを今度立つんだ、ぐらいに終わっちゃってるかもしれないですね。うん、そうですね。立った後で、結構、うん、あれこれどうなってたのかなっていう人もいらっしゃるんじゃないかと思います。はい、そうですね。だから、まあ、はい、そうならないように、やっぱりちゃんと、その、もっとですね、みんながよく知った上で、うん、進めるべきだろうと思いますので、まあ、そこの部分ですね、はい。なるほど。ただちょっとね、このページを見ながらいろいろと話を聞いていこうかなと思いますので、まあ、僕も正直まだそんなに、はい、がっつり読み込んでるわけではないので、ちょっといろいろ聞きながら行きたいかと思いますが、はい。そうですね、ここにも書いてある10年にわたって、県民的な議論となっている鹿児島市のドルフィンポート跡地の再開発の部分ですね。はい、そうですね。ここにも本当素朴な疑問です。そして、あ、こんな感じで、もう桜島、これが桜島ですよね、見えてるのが。そうです、そうです。はい、うん、そうですね。こんなにも近くに見えるんですね。多分世界で最も、これ昨日も噴火してましたけど、本当ですか？はい。世界で一番、こう、活発に活動してる活火山の近くに住んでる町だと思いますよ、鹿児島は。はい。
なかなかないですね、これは。うん。はい。そして、スポーツコンベンションセンター整備後の経過イメージ。はい、あ、この真ん中あたりに、そのスポーツコンベンションセンターがボーンと大きいのができてしまうと。そうです。イメージですね、うん。そうです。このスポーツコンベンションセンターって言葉もですね、よくわからないんですよね。うん、そうですね。それは何だろうっていう、うん。コンベンションセンターは幕張メッセみたいなものとか、まあわかるんですけど、うん、はい、でスポーツセンターっていうんですか、まあ、体育館ですよね。体育館もそれはわかるんですけど、もともと知事の公約の中では、コンベンションセンターを建てたいという、建てるというのがあったんですけど、うん、後から、なんか、まあ、体育館を作りたいという意見も根強くあったので、それが後からくっついて一緒になっちゃってるんですね。うん、それで非常に今、中途半端なプランになっている。うん、いうふうにか感じてますね。で、ここに今、鹿児島、これは今、県のプランなんですけど、鹿児島市がですね、うんうん、今度は、はい、サッカースタジアムを建てるという案もあって、もう、一等地なので、みんなここに建てたいんですよ。うんうんうん、市街地からも近いんで。で、それはわかるんですけど、全員がここに建てるとですね、これちょっと土地勘のない人には何のことやらわからないかもしれないんですが、うんうん、もう、ぎゅうぎゅうに体育館の隣に、もう、びちびちに、スタジアムを建てるみたいな話になってますね。で、これは鹿児島市が出した資料なんですけど、はい、これが、はい、最近出てきたんですが、これはですね、もうかなり、うん、この問題に関心を持っている人のですね、度肝を抜く、奇抜な案というか、まあ、爆笑が止まらなかったっていう、もうこんな、うんうん、計画がある、あり得るのかっていう、かなり、奇烈な案だと思うんですけど、はい。はい。ここ、こう両側にこう出てると思いますけど、これが埠頭なんですね。はい、うんうんうん、でここからいろんな船が、はい、出ていくんですけど、はい、はい。船から降りたら急に壁が立ってるみたいな、そういう感じになっちゃうと思いますね、これは。なるほど。はい。まあ、巨大な箱物行政が2つ、ダブルで来ているという感じです。はい。それに対して、私たちは正当な手続きをやって、決まったことをしつこく蒸し返しているのかっていう、はい。ところですね、はい。これはですね、県の中でもですね、多くの人は、これはもう、その、まあ、先ほど10年ぐらい議論されていると言いましたけれども、かつては知事、かつての前知事のですね、リコール運動の原因の一つになったぐらい、の問題だったんですね。で、県民みんながもうこの眺めのいいところにこんな大きいもの建てないでほしいということを、すごいもう署名活動もあったし、いろんなことがあったんですけど、それがこう、ほとぼりが冷めた頃にですね、またポンとこう持ち上がってきていて、で、10年も経つと世代がもう、1回転、2回転してるわけですね。はい、で、そうなった時にですね、もうこれは決まったことなんじゃないのかっていうふうに思ってる方も結構多いんですよ。うん、はい、そのように県が、発信をしている、報道をしているので、なんですけど、まだ全然何も決まってないんですね。うん、設計図も出てなければ、やりたいという方向だけが出ているだけで、うん、全く何にも決まっていないし、そのプランに関しても、深まっていないにもかかわらず、もう決まってしまって、覆せないというような報道をしているので、うん、それで諦めちゃってる人も結構いると。だけど、全然そんなことないんです。まだ全然決まってないんです。これから決めるんですね。なので、ここのところはちゃんとみんな知った方がいいというふうに思います。まず、第一にですね。で、ここの今、この、見ていただいているこの下りっていうのは、公募の回収を延期していると。だから本当に全部が今不安定な状態で、うんうん、明確なビジョン、俯瞰したビジョンがなく、明確なプランもなく、ただ予算と、場所ありきだけの議論になってしまっていると、で、この問題に対して、パブリックコメントとかですね、意見募集っていうのは行われていて、今年の1月にですね、この体育館を候補地、ここでいいのかっていう意見を、募集したところですね、191件のうち127件は大反対だった。
なんですけど、やっぱり、反対する人の方がこういうものには意見を言うんだっていうような論調でですね、まあこれも、ただ集めただけでスルーされてしまっているっていう状況ですね。なるほど、はい。そうですよね。まあ確かになんだろう、その、県とか市とかがやるって言って予算も組んじゃってると、こっち側からしたら、はい、あ、もうそれで決まってることなんだって思っちゃいますもんね、やっぱり。そうですね。うん、まあ、それは、そういう、はい。あ、すいません、それは実際は。実際はもう、その県とか市が勝手に言ってるだけで、勝手に進めようとしちゃってるみたいな感じっていうことですね。まあそうですね。まあ勝手にというか、彼らとしては、もちろん手続きは踏んでると思いますけど、それがしっかりと理解されないままに、独走してるのはおかしい。っていうことと、あとはですね、数年前に、こういうサンフランシスコの港湾のこういう開発とかですね、これはフェリービルディングって言って、地元の、ファーマーズマーケットとかはすごく、有名なところなんですけど、こういうのをちゃんと視察をして、こういった形の場所にしようっていう、グランドデザインっていうのを県が出してるんですよ。もう、2000万以上の予算をかけて、いろいろ視察をして出してるんです。で、こういう、いろんな人が、365日ここに交流できるような場所にしようというものを出してるにもかかわらず、それを自分で言ったことを自分でひっくり返して、やっぱり箱物だっていう形になっているので、やっぱりかなり矛盾してるんですよね。県の中でも意見出してる、県政の方向性の継続性も一貫性もない。それはやっぱりおかしい。とか、いろいろ、まあ、突っ込みどころある。なるほど。はい。はい。まあ、あれですね、そういったのがあることを、やっぱりまだ知らない方が圧倒的に多い中で、やっぱりまずは、ね、はい、それこそ鹿児島に住んでるんだったら、こういうことが実際起こってるんだっていうのを知ってもらいたいっていう部分が、で、みんなが知ってもらってね、行動してもらえれば、きっとその上にも伝わっていくっていう流れができていけるのかなっていうところですよね。そうですね。そして今回は、スピード感を持って多くの人にこの問題の現状を周知すること、はい、そして前向きで希望の持てる開かれた対話の場をデザインすること、より多くの人を当事者として巻き込み、活気あふれる街を作ることをしていきたいっていうところですよね。そうですね。まあ、何度か言ってる通り、知らないうちに進んでしまうっていうのは一番良くないと思うので、まあ、まず知っていただくこと。で、そのために関心を持っていただくことですね。で、そのためにですね、その、まあ、この対話の場をデザインすることって書いてありますけども、何度も言いますけど、体育館を作ることに反対ではないんですよ。なので、いわゆる何かに対して、県に対して反対運動をしてるということではなくて、対応して叱るべきところに作っていけばいいんじゃないですかっていうことを言っているので、やはり、そういう意見を持ってる人は僕らの感触ではですね、かなりやっぱり街の中に多いっていうふうに感じてますので、まあ、そういう人たちの声がちゃんと届くように。で、そのために、まあ、いろんなメディアを使ってやろうと思ってるんですね。インターネットもそうだし、新聞のようなところにも協力してもらってますし、で、まあ、イベントをやることも一つだろうと思いますし、あとはやっぱり、地方、特に鹿児島も車社会なので、まあ、車にバンパーステッカーのような、これリターンの中にありますけれども、やっぱりこれで、ちゃんと考えようっていう意思を表明してくれる人は、これを貼って街中を走ってもらうとか、あとは新聞のような感じで一方的に配るだけじゃなくてですね、タブロイド紙のようなものを作って、それでこう配布して考えてもらおうとか、まあそういういろんな一連の活動を考えている。なるほど。そして、今回クラウドファンディングをやっているということで、はい、クラウドファンディングといえばリターンがいろいろと用意されているという形になっていくと思うんですけれども、はい、このリターンのあたり、はい、お名前掲載協議会スポンサーのスポンサー枠が100万円の枠と50万円の枠と10万円の枠、5万円の枠と、そして1万円もあるという形ですね。はい。あとは先ほどのマグネットステッカーのリターンもあったりだとか、
PCO ステッカーですね。はい。あとは競技会スポンサーの匿名応援のパターン。100万円、50万円、はい、10万円、5万円、1万円と。あるという形で。はい。はい。と、この中でも、はい、クラウドファンディングって結構支援しようかなと思って見ていったんだけれども、どれに支援しようか迷ってしまって、はい、支援をやめてしまうという方が一定数いるっていうのが実はあったりするんですけど、そういった方に、はい、支援どれにしようか迷われたら、じゃあこれに支援してほしいみたいなリターンであったりしますか？そうですね。まあもちろんその、新聞にですね、広告出したりするのはかなりのコストがかかるので、はい、まあ、そういった部分では大口の支援というのはもちろんありがたいんですけれども、うん、やっぱり、これを知ったらですね、広めてほしいなっていうのが一番あるんですよね、うん、なので、このマグネットステッカーであったりとかですね、 PC 用のステッカーであったりとか、うん、そういうことでもいいですし、身近なところから広めていっていただくっていうのも全然いいと思いますので、うん、はい、いわゆる通常のクラウドファンディングのようにですね、こう、まあ、何か物が返ってくるとか、うんうんうん、そういうパターンのものでは今回はちょっとないと思いますので、うんうんうん、はい、一緒に、僕らと一緒にこのことを、知ってもらう、広めてもらう、で、一緒に考えてもらうっていうきっかけを作るためのものなので、うんうん、まあ、ステッカーのような、ものでも、カジュアルにできるところから、まずは始めてもらうっていうのがいいんじゃないかなというふうに思います。はい。ありがとうございます。そうですね。やっぱりクラウドファンディング、その、まあ、企業だったりとか、っていう人を見てるけれども、個人の方が見てるのも圧倒的に多いと思うので、その気軽に参加できるところから、ま、参加いただける方はいただいて、で、まあ、とはいえ、大口でね、いただける方はぜひっていうところですよね。そうですね。はい。はい。ありがとうございます。では、だいぶ時間が良くなってきましたので、最後にこれだけは伝えたいっていうことがあれば、はい、最後一言いただいてもいいですか？はい。この問題はですね、今、たまたまというか僕らはその鹿児島をベースにいろんな活動をしていて、その中で、身近に起こった問題ですね、身近に気づいた問題として考えてますけど、これ本当にその、ま、町の人の声がですね、意思決定をする行政の方々に届、なかなか届かない。うん、っていうのはこれはかなり大きい問題だと思うんですね。なんかそのこの問題だけではなくて、でいろいろ調べていくと他の地域でもやっぱり結構いろいろこういう問題って見つかりますし、あとはこうかけがえのないものをですね、経済効率とかスピードとかそういったもので潰していってしまうっていう例っていうのは、まあ本当にマイクに止まらないと思うので、やっぱりこれをきっかけにですね、なんか自分たちの周りにもっともっといっぱいいろんな問題があるっていうことに気づいてもらうっていうことと、関心を持ったらそこにもう少し掘り下げてみるとか、やっぱそういうきっかけにこれをしていただけたらいいんじゃないかなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます、はい、そうですね、確かに今回はまあ鹿児島っていう形で名前鹿児島になってますけど、まあ、僕は愛知県に住んでたりとか、まあ今視聴いただいている方もいろんなところに住んでると思うんですけど、はい、正直その行政とこう市民とってこう絶対に声が届いてないとかっていうのよくある話だと思うので、そこはやっぱりいかにこの近く、はい、どんどん近くなっていって対話ができる状態をどこでも作れるようにしていけるのか、こうやってもう本当に国単位で日本のそれこそ総理に言葉が届くようにするのはどうしていいのかっていう話にもつながってくると思うので、はい、この鹿児島のね、このクラウドファンディングをきっかけに、あ、確かにそういうの大事だなと思っていただける方は、ぜひ、YouTube の概要欄にこちらページのリンク貼っておりますので、そちらから一度ページをご覧いただきまして、あ、これをきっかけにうちの地域でもね、どうかしなきゃなとか思っていただいたりとか、まずはこの鹿児島の方で、なんかそういった、なんていうかな、こう、モデルみたいな形で、こういったモデルケースがあるみたいな形になっていけば、はい、それが全国に広がっていくと、日本がどんどん良くなっていくっていうところにつながっていくと思いますので、ぜひ、そうですね、はい、応援したいなと思っていただける方はご支援いただければと思います。はい。はい、単なる反対運動じゃなくて、うんうん、僕らはより良いプランの賛成運動だと思ってますので、うんうん、はい。まあ、ポジティブにその辺を受け止めていただいて、はい、関心持っていただけたら嬉しいなと思います。なるほど。ありがとうございます。はい。はい、
ということで、本日はですね、現在フォーグッドでクラウドファンディングを実施されております、鹿児島グランドビジョン協議会の坂口さんゲストにお呼びさせていただきまして、いろいろとお話を聞いていきました。坂口さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ最後にですね、フォーグッドから宣伝を少しさせていただきます。私たちは助けたいという気持ちはとても尊いものだと考えています。その気持ちのもとに集まった寄付を1円でも多く活動現場に届けたい。そんな思いで寄付を全額実行者に届ける新しいクラウドファンディングの仕組みを作りました。さらにクラウドファンディング未経験の方でもとにかく簡単に始められることにもこだわりました。みんなで助け合うことが当たり前になるそんな社会を私たちは目指していますというビジョンのもとクラウドファンディングのプラットフォームを行っております。クラウドファンディング興味あるとかねちょっと挑戦したいなと思っていた方はぜひ、まず相談からしていただければと思います。こちらも YouTube の概要欄に相談窓口のリンクを載せておりますのでそちらからご相談いただければと思います。はい、ということで、僕もね全然その鹿児島のこういったことがあるんだっても知らなかったりもしていたので、本当に今日はいいきっかけになったなと思っております。はい。はい。はい、ということで、改めまして、坂口さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、本日ここまでとなります。ありがとうございます。